皆さんこんにちは、えみです。今日はですね、コミュニケーション編ということで、以前話した1本目の動画で話しているハイコンテキストとローコンテキスト、このコミュニケーションの違いを頭に留めておくことで、英語のコミュニケーションもちょっと気楽になるんじゃないかと私は思っています。ハイコンテキスト、日本人、典型的な日本人として、何か英語でこう話をしていて、海外の人、もしくは自分が話をしている人が言っていることが分からなかった時、典型的な日本人って、自分の英語が分からない、耳がやっぱりまだ慣れていないから英語が聞き取れない、自分のせいだって思ってしまって質問をしないですよね。聞き返すってことをあんまりしないんじゃないかなと私は感じています。っていうのも、私もそうでした。取れなかった、でもって、相手のペースを乱すのも申し訳ないし、そもそも聞き取れないのって自分のせいだっていうのがあったので、なんて言ったの今、 What did you say? What was it again? とか、それを知らないのは自分が悪いなんていう風に思っちゃったりもしたので、なかなかこう話を止めて、ねえ今なんて言ったのとか、こうその単語どういう意味とかっていうのを聞き返すっていうことをあんまりしない時期があったんですね。ただこのハイコンテキストとローコンテキストの違いを理解して会話が成立しない時に、誰のせいっていうわけでもないんですけれども、そんなに受け取れなかったことに対して、自信をなくしたりする必要は全くなくて、その相手がスピーカーがですね、話している人が伝え方がもしかしたら早すぎて伝わらなかったかもしれない、もしかしたら、ちょっとテクニカルターム、専門用語だったりして、こう相手に伝え方がいけてなかったかもしれないっていうのもあり得る、十分にあり得るんだなっていうのを学んでから、知ってて当然でしょっていう単語も聞き返したりもしてしまう今日この頃なんですが、What do you say? とか What do you mean by the word? とか What do you...、いろいろと聞き返して、そのコミュニケーションをそこで話してくれる、相手が伝えようとしてくれる内容にもっとフォーカスできるようになりました。なので、海外の人とお話をしていて、わからない単語があったり、その言い回しがわからなかったりなんていう時は、積極的に聞き返してください。反対の場合、私が英語話者で相手があまり日本語、あまり英語がわからない人だった場合を想定してみると、こう分かってるのか分かってないのか、とか分かったふりをして、こううんうんって聞いてる割に、全然この人理解してんのかなって分かんないよりは、全部止めてほしいどういうこと?とか、こうコミュニケーションにインタラクティブになってほしいです。私なら参加してほしい、私とあなたの間にあるこの空間で起きている楽しいことにジョインしてほしいっていうふうに思います。なので、今何つったんだろうっていう時には、即座にウェイって言って会話を止めて、 What do you mean by that? What was it? とか What did you say? とか Can you say that again? とか、いろいろあります、その聞き返す方法。もし早すぎたら Sorry, that's too fast and I couldn't catch catch っていうのは聞き取るっていう動詞ですね。 I couldn't catch, can you say that again slowly? とかって言ったら、会話全体のスピードを落としてくれます。それを言ってくれた方が、話してる側はちゃんと聞こうとしてくれてるんだなっていうサインになります。なので、こう分かってるのか分かってないのか、全然レスポンスがなくてふん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 って聞かれるよりは、ちょっと待って、もうちょっとちゃんと聞きたいからっていう格好書きのもとを、もっとゆっくり喋ってとか、なんて言ったの、どういう意味って、これこのままあなたの話をもっと理解したいっていうサインですよね。なのでそのポジティブなサインなんですよ、話してる側からしたら、質問をするっていうのは。なのでその、もっと聞きたい、知りたいっていうサインを出しながら会話を進めて、コミュニケーションを楽しんでほしいと思います。どうしてもやっぱり聞き取れなかった時に、自分のせいかもしれないってハイコンテキストの人は思いがちだと私は思います。なので、
こうここは英語を喋ってるのでローコンテキストのロジックで話をしましょう。相手が伝えてくれている内容がわからないときは相手の責任だとまでは言いたくないですけれども、その2人の責任です。なんならあなただけの責任ではありません。なので、伝えてくれている人にどういう意味、ねえねえどうしてそうなったのみたいな、ここら辺が理解できないっていうのを積極的に、相手に伝えて、そのコミュニケーションにジョインしてください。お互いがその空間で起こっているコミュニケーションにジョインすることで楽しめます。とっても違ってきます。なので緊張した時こそわからないことに対してもっとこう参加して、そのコミュニケーションに参加して、もっと聞きたいんだよっていうサインを相手に伝えてほしいと思います。これを心がけるだけでちょっとポジティブになれる気がしませんかなのでそのポジティブな気持ちが会話を楽しむっていうことに直結します。Okay, thank you very much for watching today as well. I will see you again in the next video. Thank you, bye!